おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。今日はですね、えー、前回やったあ受信した方の Bluetooth のおー信号を受信したマイクロビットをマクインに乗せて、マクインを制御してみようということです。とまあ、画面を切り替えて、えー、見ていきたいと思いますと。昨日作ったプログラムが両方のおマイクロビットに乗っていて、 今のまま、例えば、ここから、あとこの rd ディのシリアルモニターの、例えば、大文字の L って送ると、L が出るんですが、こちらに L だっていうところまで来てますよね。こちらに L だっていう情報が来ているので、その左側だという情報が来れば、この赤い、左側の赤い LED をつけると。で大文字の R が来れば右側ということでライトということで右側の LED がつくというふうにプログラムを改造したいと思います。はい。では画面を切り替えます。はい。画面をプロジェクト画面に切り替えました。で、このプログラムをですね、ちょっとコピーしてマークイン用にしたいと思います。チェックして複製をするで、BLE を受信。うん マークイーンでってしましょうか。マークイーンで受信というふうにコピーして、このプログラムを開きます。で、マークイーンですから、どうするかっていうと、このままじゃブロックがないので、高度なブロックを選んで、とこの中の拡張ですね。拡張の中の ここでマクイーンと小文字でマックと入れてください。で、検索するとマクイーンが見つかるので、マクイーンのブロックを押して、これでマクイーンのブロックができると。で、マクイーンのブロックで、あとはここの文字列で、えー、この受信したときに入れても入れましょうか。それの方がシンプルで分かりやすいと思うので。 で、受信したらもうこのまま、その文字が C がということで論理を組み立てていきましょう。と、C が、C が、これ文字列なので、ここはストリングでずっとストリングできているので、このままじゃエラーになるんですね。数字とガッチャンコするので赤くなります。ここを文字だというふうにしてあげて、 ここを大文字の L ならと。まあ、小文字にしたければ、あのおわとかにすればいいと思うんですけども、今は大文字の L だけと。で、マックインの左側の LED をつけると。で、もしそうでなければということで、右かもしれないということで、コピーして、右なら、右なら、と、 コピーして右なら右をつけると。で、この時右左とかいう時に消しておきたいので、反対側ちょっと消しましょうか。これで、この時は右側を消す。で、この時は左側を消す。 で、L でも R でもなかったら、全部消すってありましたかね消す、消すしかないのかな全部ってないですから、こっちも消して、こっちも消しましょう。右も消しましょう。はい。これで L なら左側がついて、右なら右側がついて、反対側それぞれ消すと。で、どっちの文字でもなければ消えるというふうに。 なります、はい、これで、えー、このプログラムをマクインに載っているマイクロビットに書き込みます、はい。じゃあ書き込んでみます。はい、書き込んでそれぞれ接続しています。書き込んだのはこっちのマクイーンに載っているプログラムだけです。これはもう機能のままですね。送り出すもので。 で、送り出すのは、このアルディーノのシリアルモニターの送信の、この、ここに書きます。で、左側であれば、大文字の L を入れて、送信してやると、LL になって、こちらがですね、左側の LED がつきました。で、右ですね、大文字の R を入れて、送信してあげると、R を受信して、 こちら側の R の LED がつきましたと。それ以外の文字ですね、V なんかを送ると消えるというふうになっています。でまあ、これでマクイーンのー、まあ、コンピューターのキーボードであったりからですね、文字列を送信すると反応するというプログラムが書けるというふうになります。 スクラッチでも同じようにやったんですけどねスクラッチと何が違うかっていうとエンターキーを押さないといけないっていうところがちょっとつらいところかなと思いますあと例えば矢印キーを押して前に走るとか離すと止まるとかいうふうにこキーボードの状態を見て動くっていうふうにするにはですねこのパ,パソコン側から送り出すプログラムを書いてあげないといけないのかもしれませんが そのあたりは、来うんと次回ですかね、えーうん、マクイーンをちょっとコンピューターの方からあ走らせるというプログラムを次回書いて、えー、まあ、そうですね、1週間続かないと思うので、まあ、エクストラか何かで、えーと プログラムではなくて、コンピューターじゃなくて、マクインとマイクロビット側からマクインに指示を出すっていうのをちょっと撮ろうと思います。なんかね、こうまくシリーズにならないので、えー、まあ、おまけ動画っていう形でつけようかなと思います。で、明日はですね、えー、キーボードの方から F とか R とか L とかですね、を、えー、送れば走るっていうのにチャレンジしてみたいなと思います。明日はマクインを動かそうと思います。 はい今日もご清聴ありがとうございましたこのチャンネルでは小型のマイコンマイクロビットやいちごジャムの説明動画を毎朝朝6時にアップロードを公開していますもしよかったらですねチャンネル登録していただいて毎日お付き合いいただければと思います今日もご清聴ありがとうございました <music>